で、ここでちょっとまた嫌な話になるんですけども、人事がどうなるのかということをちょっと考えてみたいと思います。3番お願いします。島田悦さんの9月27日のポストです。自民党は石破茂元幹事長を第28代総裁に選出したと紹介されまして、とんでもない話だ、理念的保守派は完全に自民党から離れるだろうと。そして4番、外交顧問は朝鮮総連に寄り添う田中欽氏になるだろう。河野太郎、小泉進次郎、岩屋武氏らも重用される、重用される。この政権は長く早く潰さないと日本が滅びるというふうにおっしゃいます。こちらの件、あえて、本寺さんからいかがでしょうか。これ田中さんの話を書いたっていうのは、田中さん最近ツイートしていて、高市早苗みたいなのが総理大臣になったらそら恐ろしいみたいな、そういうツイートをしていて、僕もびっくりして、こんなのが外務審議官になったのかと言って、まあ、ツイートをしたんですけれども、まあ、本当に島田陽一先生がこのように、まあ、その危惧をされるのも分かるんですけど、ただ、まあ、高市さんが総理大臣になろうが、石破さんが総理大臣になろうが、ある程度バランスというものを取らないと、党というのはうまくまとまっていかないので、やはりその自分の思うような人たちばっかりをガーッと固めるということは僕はしないと思いますし、これだけ自民党の中で分かれたのだから、相手側もいいところにポストにつけながらうまく回していくっていうのは、これ安倍さんもやっていて、あの安倍さんですらそうやんないと長期政権取れなかったっていうことで、まあ本当に今そのツイッターのその流行のキーワードを見ると短命政権って出てくるらしいので、それはやっぱり自分でも一番分かってるはずなので、まあどういうふうにしたら安定するかっていうことを考えると、まあ我々が恐れるような偏った人事はしないんじゃないのかなと僕は見てますけどね。ありがとうございます。吉田さんお願いします。僕はですね、まあ正直何が正解かわからない。石破茂さんという人はずっと、まあ、党内野党暮らしで、まあ、今回総理、総裁で、そして今度総理になった時に、本当に自分が決定権者になった時に何をするか、本当に言うことでやることが全然これまで一致しない人だったので、全くわからないんですね。で、まあ、サイド情報ですけども、なんか、大阪かなの、中国の領事館は、石破茂さんの祝勝会をね、やるそうですよね。石破さんは喜んでいくらしいという、まあ、サイド情報があって、まあ、それは本当かどうか私はまだ分かりませんけれども、まあ、そういう、なるほど、まず、まあ、総理、さ、総裁になって、早々ね、決まる行事がそれかいなと、まあ、いうことでありまして、で、まあ、株価もね、この後出てくると思いますけど、株も、あるいは、為替も何ももう乱高下むちゃくちゃなってるわけですよ。で、この政権に関与して、自民党内の、まあ、ポストとか影響力を、得ようとするのが正解なのか、ここで離れといて、むちゃくちゃな、その政策、あるいは経済運営に、全く、なんていうかな、責任を問われない立場でいた方がいいのか、それは、高市さんの発言が、石破総裁にどこまで、聞いてもらえるのかどうか、私には分からないので、その高市さんの政策が、石破政権で行われるなら、閣内に入って、主導権握ってもらえばいいんですけど、お飾りでいるけれども、連帯責任だけ、担わされるけれども、何にもちゃんとした、エッジの効いた政策が展開できないんであれば、逆に、引いた方がいいな。そこちょっと、私には分からないです。ありがとうございます。長尾さん、お願いします。まあ、私は今後の人事についてはね、何も言葉にすることはないですね。もう ひたすらですね、まあ、5回目の正直で総裁になったっていうこの胆力、これを考えるならば、我々はそれに学ばないといかんですね。なるほどね。で、ここで自民党はもうダメだってなことで、
まあ、諦める方もおられると思いますが、まあ、石破さんを守ってる方々っていうのは5回目の正直で、なんだかんだ言われようが、これは敵ながらあっぱれですよ。うん、うん、敵ながらあっぱれ、これはもう動かぬ事実です、うん、ってな話になると、まあ、あの島田洋一先生がおっしゃることもよくわかる。多分そういうとんでもない方向に人事が行くんでしょう、うん、ただだからといって、逃げ出すわけにはいかないなってな話しか、ちょっと僕は今言葉は見つかりません、うん、ありがとうございます。では先ほどおっしゃった為替とかがもうかなり選ぶとなってるんですけどももう石破ショックみたいな感じでもうネットの中では株ひどいよね5番お願いいたします。高橋洋一さんのポストですけども、円160円台に下落、自民党総裁選高市氏最多得票を意識と、これは1回目投票の件ですね。でその後急に石破さんが総裁決まりましたら円が急騰、一時143円台ということで、もう3円も変わったんですね。自民党新総裁に石破茂氏と、でそしたら高橋さんが分かりやすいなと言われています。そして株価、海外日経平均先物も爆下げ中、あまりにも分かりやすい。画像出せますでしょうか。はい、こんな感じですね。あまりにも分かりやすいピンクの部分ですね。そして次、こっちは為替、株も為替も石破ショックだなと言われています。もうこんな下落なかなかないすごい下落ですね。はい、そして、為替も株価も安倍さんの時とは全く逆、とんでもない時代になるなというふうに、予想されていらっしゃいますね、うん、ではこちらの件吉田さんからお願いいたします。いや、その通りですよ、うん、石破さんは、まあ、その総裁選の前にいろんなその、経済界あるいは経済評論家いろんな方々が、まあ、見越していたように、高市さんだったら日本の経済良くなるだろうと、石破さんだったら落ちるだろうと、もうとにかく総裁が決まった瞬間にもう市場は、その次に備えて、要するにこう、株価も、為替も要するに人気投票っていうかね、その政権の値段なわけですよ。その政権をいくらで買うかいくらで売るかっていう値段なわけです。株価についても為替についても、まあ現在の価格はこういう価格だということなんですね。でそれで次にどういう手を打つかでこれが上がったり下がったりする、うん、まあ多分これまでの石破さんの発言の範疇だったら絶対経済良くならないと私は思います。うん、ですね、ありがとうございます。中尾さんお願いします。まあこういう話ってのは、まあ、やっぱり一過性の話、まあもちろんその連続性の中の一過性なんでしょうけども、まあ多少の影響はあるんでしょうけど、まあ株価、為替については僕はちょっと冷静に推移を見守っていく必要があるかなと思いますね、うんうん、悔しいけどね、うん、はい、ありがとうございます。小野寺さんお願いします。いや、株価の動きを見て高市さんが勝ちそうだって時はじわ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 上がって、でその石破さんになった瞬間にもう急落してるっていうのを見て、あ、これ市場ってそういうふうに見ていたんだなというふうに思って、実際にその今までずっと長期的な株価の動きを見ているとドンと落ち込んでたのが民主党政権の時、それからアベノミクスでずっと上がっていって4万円超えたぞってなってたんですけど、ただそれは岸田さんの、まあ、その政策がアベノミクス の、まあ、そのお釣りみたいなところで上がっていた部分がかなりあると僕は思っている中で、今度その岸田さんをさらにその踏襲するといった石破さんの経済政策を見てもあまり何を言ってるのか、なんか詳しいことは何も言ってないっていうような、ああいう経済政策を見るにつけ、あ、これまた落ちていくぞ、長期的に見てっていうような僕はイメージがあるので、まあ、投機筋もそういうふうに見てると思うので、これはですね、本当に、まあ、その経営だとか、まあ、その投機筋から見て、とんでもないことになったんだなっていうふうに見られているというのは間違いないと僕は思ってますね。ありがとうございます。
それではちょっと質問一言だけいいですか。お願いします。一言だけ、まあ、ずっとね、自民党さん、あるいは高市さんに期待する旨の発言をして、来ました、けれども、で、まあ、ネットなんかで見ていると、変な人たちがね、変な嫌味を言うわけですよ。高市さんを応援する人たちの発言が、まあ、攻撃的、他人生に対して攻撃的すぎるから、まあ、嫌気がさした人がその石破さんにね票を入れたんじゃないかとか、なんかいろんなことをこう、言う人たちがいるんですよ。なんか得意げにね。で、しかしここで私はもう本当に、なんで、例えば私が高市さんを応援して、石破さんとか他の方々を、の政策ダメだというかというと、別に顔が好きとか嫌いとか、政策がいいとか悪いとか言ってるんじゃなくて、夫婦別姓とか、外交政策とか、安全保障とか、政策がこの人の政策だと良くなる、この人の政策だと悪くなるということに基づいて、賛否を私はずっと言ってきて、で、そして、その、例えば経済政策についても、まあ、今度の石破政権というのはできるんでしょう。これで全国民はですね、この人の行う経済政策によって、まあ、賃金が上がったり下がったり、あるいは、まあ、日本の経済力が良くなったり悪くなったり、雇用が増えたり減ったりするわけですよ。その全責任、国民 の命と、財産の全責任を石破さんに、投票した人たちに負ってもらわなきゃいけないんですね。だから今回の決選投票で石破さんにどの国会議員が入れたかは全部明示してもらって、その人たちによって担がれた石破さんのやる経済政策、何々政策、金々政策、それは我々の実際の生活とか安全に返ってくるわけですから、必ず次の選挙でですね、その審判は我々は下さなきゃいけない。誰が石破さんに入れたのかは本当にね、はっきりさせなきゃいけないと思います。そうですね、ありがとうございます。ではここでいくつか質問させていただきたいと思うんですけども、このあと衆院解散総選挙が予想されると、早い時期にというふうに言われてるんですけども、石破さんで自民党はどういう結果になりそうかということをちょっとお伺いしていただきたいんですけども、中さん、この件いかがでしょうか。それは分かりません、はい。まあ、石破さんの顔で衆議院選挙を突入するという現実があるってことですね。もうそれ以上でもそれ以下でもないですね、はい。ありがとうございます。小野寺さん、お願いします。僕はですよ、僕はそんなに勝てないんじゃないのかと思うんですが、ただ野党があまりにひどすぎるので大した変化はないのじゃないかなというふうに思っていて、僕は石破さんの本当の真価が問われるのは来年の参議院選なんじゃないのかなというふうには思ってますけどね。なるほど、はい、ありがとうございます。安田さん、お願いします。そうですね、おっしゃるとですね、私も小野寺さんおっしゃるとっていうか、まあ、大体政権が出ると、まあ1ヶ月から2ヶ月は、まあ、どんな政権でもよほどの大失言とか大失策をやらない限りハネムーン期間っていうのが、まあ、あるわけですよ。でそして、まあ、今回、オールドメディアはもう高市さんを潰して石破さんにしたくてしたくてたまらない方々でしたから、もうかなりトンチキなことをやってもかばってですね、こうめっきつけてあがめ立てまつると思うんで、しばらくはなんか石破さんは人気があるんだみたいな、虚構が続くと思うんですね。でもやっぱそれはやっぱり、次の参議院選挙までにはもう絶対に大体地金が出てくるので、本当の、まあ、審判は次の参議院選で示されると思います。なるほど、ありがとうございます。はい、ということで今実は22時40分ですけども、すでに8700人の方々、8700人、はい、8000? はい、そんなことあるんだ。びっくりしています。昨日何人だっけ。昨日8600。8600だよね。それを超えたんだ。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に8007人です。8007人か。7人、うん、8007人ですね。すいません、失礼しました。びっくりした。今ね、うん、今8007人、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんか他にこの
石破総裁誕生ということで、何か皆さん議論したい話とかってありますかね。気になる話が、そう、トランプさんとかカムラ・ハリスさんっていうことになってくるかと思うんですけども、うん、どんな外交になるんだろうっていうのもすごいこうちょっと不安だったりするんですけども、まあ、中尾さん答えづらいと思うんですけども、いかがでしょうか。いや、もう分かりません。もう、うん、全く整理ができないです。分かんない、やっぱり石破総理総裁誕生を想定していなかったところに僕らの甘さがあったんだと思います。やっぱり高市さん、石破さんで決選投票だったらいけるかもしれないと思った時点でやっぱり負けてたんですね。もう本当に悔やんでも悔やみきれないし、ただ、まあ、何度も言いますけども194票、ね、国会議員172、党員、まあ、21都道府県で、もう半分ですよ、約。この重みを考えたら、自民党なんか全然ダメだと思う方も、まあ、多分おられると思います。だけども半数は石破さんじゃダメだと、高市さんだっていう、その声を僕は大切にしたいですね。はい、もうそれにつきます。わかる、ありがとうございます。吉田さん、いかがでしょうか。いや、今のトランプさんとかカマラ・ハリスっていう話が出ましたけれども、石破さんが、まあ、こういう人たちと、首脳会談をやっていい結果が得られるイメージが全く湧きません。はい、ありがとうございます。小野田さん、お願いします。僕はね、そのアメリカの大統領がどうなるかの前に国会が始まると、その中で野党とね、いろいろやる中で、多分僕、石破さんのね、雰囲気だと、野党が喜ぶようなことをね、いや、その選択的夫婦別姓はやった方がいいんじゃないのか、マスコミもわーみたいな、そういうことをボン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 出していくんじゃないのかっていう恐ろしさがあって、それを出したら自分たちはより強くなるんじゃないのかみたいな、そういう思考回路でとんでもない論戦を繰り広げられて、そして国民の信を問うみたいなことで選挙されると、これとんでもないことになるぞって、僕それはまあね、家庭の話だけれども、そうなるのが一番怖いというふうに僕は思ってます。はい、ありがとうございます。ということで、これからチャット対話コーナー始めたいと思います、はい、メンバーレベル2の方々、メンバーレベル2のチャットの方にですね、質問などあればいただければと思います。答えられるかな。ね、もうこの時でも皆さん ご勘弁ください。今ちょっと今日はやっぱりなかなか、はい、このような感じですけども、質問いただけたらと思います。すいません。で、もうちょっと石破さんのことは離れまして、うん、で岸田首相か、こう今回のもう熾烈な高市潰しのオールメディアの話か、そういうのでも、そういうのは大丈夫ですか、中尾さん、その話は。大丈夫だ、ええ、あれですか。はい、ありがとうございます。では、岸田首相の話、ちょっとしたいと思うんですけども、6番お願いいたします。岸田首相のポストですね、今日のポストです。本日の自民党総裁選挙の結果、新総裁は石破茂さんとなりました。石破新総裁のもと、自民党は一致団結して政治の責任を果たし、国民の共感を得られる政治を実現しなければなりません。私も一兵卒となって自民党を支えてまいります。ありがとうございましたと言われてらっしゃいますけども、なんか石破さんが急に岸田路線を継承しますとか言って、でネットでも検索したら岸田路線継承みたいなことをすごい出てて、ネットでこうキングメーカーになったっていう空気で岸田さんは思ってらっしゃるのかなってすごい思っちゃったんですけども、中尾さん、この件いかがでしょうか。いや、キングメーカーになりましたね。なった。はい、小泉さんを推す菅さんが、決選投票にも残れなかった。で、麻生さんが推す高市さんが、あるいは他多くの議員が推す、これ決選投票に残れなかった。でさっきもちらっと言ったように、僕らちょっと票読み票を星取り票してる中で、どうしても10人合わないんですよ。で10人ずれると言ってこいで20人差になるっていうことになると、まあ結果背後で動いたのは岸田さんだったっていう厳然たる事実をまず受け止めなきゃ次はないかなっていう、そういう感じがしますね。
合意論はあると思います、ただこれは負けは負けなんで、五択並べても負けは負けなんで、まず岸田さんがキングメーカーになったっていうこの一瞬の実証っていうのは、まあ、私も残念ながら認めざるを得ないですね、なるほど、ありがとうございます。吉田さんお願いします。今回の、決選投票で、ああいう結果になった、まあ、当然背景には岸田さんな岸田派がごっそり、石破さんを応援したというのが、まあ、厳然とあるわけですよ。そして、自分がそういう支持を自分のね、派閥解散するって言ってなかなかしない派閥の人たちに、まあ、要請をして、で、こういう結果を出しながら、一丸となってやらなければいけませんと、まあ、このようにイケシャーシャーとツイートしていらっしゃるわけですね。まあ、よく、つわものもど、夢の後という、歌がありますけれども、まあ、このね、いちごの栄光をですね、まあ、瞬時のうちにね、日本を思う人たちが、それが、日本のためにならないと思ったら、これを叩き潰さなければいけないということでありまして、私が、彼の様々な、政策について、まあ、いろいろと、反対をしてきた、面がたくさんあるのでですね、こういう方に、自民党のキングメーカーとして君臨し続けていただくような、状態はですね、早く変えないと日本が滅びてしまうと、このように思っています。ありがとうございます。宇野さんお願いします。いや、これ本当に岸田さんがキングメーカーになったんだなというふうに思いますけれども、ただ先ほど僕言ったように、今回のその決選投票での国会議員の方たちの判断っていうのは、本当に国民と国家のことを思った判断なのか、それとも自分たちの権益だとか、自分たちの力の誇示のため、維持のためだったのかっていうことを問いたいというふうに言いましたけれども、一番問いたいのは岸田さんであって、岸田さんがね、その一番になった方を、その第2の決選投票の時には、その投票するといったその背景には、石破さんが1位になるだろうというふうに思っていてそう言ったはずなんですけども、高市さんがなってしまって、多分大慌てで高市ではない石破だみたいな、そういう動きがあったとしたら、本当にそれで良かったのかと、1位になったその人を応援するっていう、そういう姿勢こそ総理大臣を辞めたという日本のことを思って総理大臣をやられた方の僕は行動なんじゃないのかなと思うにつれ、本当にちょっと残念な結果だなというふうに思ってますね、うん、ありがとうございます。一般ライブの方でたくさん皆さんスパチャくださっています。ちょっと名前が忘れちゃったんですけども、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは質問をいただいておりますので紹介させていただきます。はい、ゆうにきちさん、にきちさんメンバー1名の方です。スパチャあり、メンバー、質問ありがとうございます。質問です。岸田氏はどういう脅しで議員票を集めたんですか。進次郎は公明党との選挙協力が得られないと言ったようですが、というふうに言われてまして、確かにどういう利点というかメリットがあってこう岸田さんの方にみんなついてたのかなとか、なんかそういういろんな裏側が気になったんですけども、長尾さんいかがでしょうか。まあ、小泉さんがその高橋さんが総理総裁になったら、公明党から支援がもらえなくなりますよっていう和法で、まあ、議員に電話を入れたっていうのは事実ですね、これは私も確認しています、でそれを受けた、まあ、議員が、まあ、地元のね、公明党や創価学会の幹部の方に聞いたら、いや別に高橋さんが総理総裁になったって、いやうちは全く変わりはありませんよっていうことが 100% だったっていう、まあ、情報交換がありましたので、これはもう小泉陣営からすると、逆効果だったっていうことですね。あともう一つの質問については、何でしたっけ、これは
どういう脅しで議員票を集めたんですかってのは分かりません。ただ別に政治に関わらずこういうやり取りっていうのはどの世界にでもある話なんで、岸田さんがそういうことをやったからけしからんとかそういうことを僕は言うつもりもないし、我々陣営もそういうことやってますから、これが権力闘争ってやつです。まあちょっとそんな印象ですかね。ありがとうございます。吉田さんいかがでしょうか。まあ、岸田さんがどういう手を使ったかっていうのは全然それは分からないですけど、まあ、でも普通に考えて高市さんだったら我々はいい思いできないよって言ったんじゃないですかね。普通に、と思います。はい、ありがとうございます。小野寺さんいかがでしょうか。不思議なのは岸田さんっていうのはね、その派閥をなくすだとかね、そういうものは必要ないって言ってたのに、最後の最後は宏池会を使ってね、この選挙をコントロールしようとしてたって言ったら本当に本末転倒だなというふうに思ったので、最終的には宏池会の方たちがね、そのいい思いをしたいと思ってやっぱりねグループ化したのかなというふうに思うと、一番派閥をなくすと言ってた人たちが実は一番しがみついて、実は一番選挙に利用したんじゃないのかなと思ってしまいますね。そうですね、おっしゃる通りですね。ありがとうございます。それでは質問聞かせていただきます。山根さんとスーパーホーネットさんの質問いただきます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。2つ連続で紹介させていただきます。質問です。ゲルは女系天皇容認派ですが日本は大丈夫ですか。そして拉致被害者は石破総裁をどう思ってますかというふうな質問をいただいたんですけども、長尾さんいかがでしょうか。まあ、大丈夫ですかって言ったら大丈夫じゃないから一緒にやりましょうって話ですね。そうそう、まず当事者になっていただきたいなと思います。あとは拉致被害者がどう思うかっていうのはちょっと分かんないですけれども、まあ、やっぱり家族会はまあ、たまたま別件で西岡努さんとお話をする機会があったんですけども、石破さんじゃ困るよねっていう話はしてましたね。ありがとうございます。野田さんお願いします。いや、まあ、拉致被害者の問題に関して言えば、やっぱり僕は石破さんはずっと拉致バッジをつけていなかったのに、この選挙になった瞬間につけたというあの行動を一つとって本気で考えているのかという思いがあったり、何やら解決のためにピョンヤン事務所を作るみたいなことを言って、まあ、その関係者の方たちにというような思いをさせた等々考えると、本当にこの問題を真剣に考えていたとも思えませんし、実際に石破さんがこの問題に本当に携わって解決しようとしていたという話も全く聞いたことがないので、この点においては僕は全然期待してないというか、逆に変な方向に行かない方がいいなというふうに思っていると、こちらの方の話をさせていただきます。ありがとうございます。吉田さんお願いします。変なことしかしないと思います。うん、はい、ありがとうございます。ね、さんもしかしたら、マイクのイヤホンマイクがちょっと襟に擦れてるかもしれないです。すいません。あ、長尾さん聞こえますか。はい、聞こえました。はい、イヤホンマイクがちょっと襟に擦れてるかもしれないです。あ、すいません、はい、はいはいはい、ありがとうございます。では最後1点だけ質問させていただきます。はい、ポチポチさん、メンバー1年の方で質問ありがとうございます。はい、ありがとうございます。質問です。高市さんは次も総裁選に出ますかというふうな質問をいただいています。重要な質問かと思います。長尾さん、まあ、もう本当当日なんで何とも言えないかもしれませんけども、いかがでしょうか。出ましょうよって質問が欲しいですね。うん、そうですね、はい、分かる、うん、そういう印象です。はい、うん、ありがとうございます。吉田さんお願いします。ちょっともう一度ご質問をもう一回お願いします。はい、はい、質問です。高市さんは次も総裁選に出ますかと質問いただいて。ああ、高市さんがか、はい、絶対出てくださいと思いますけど、うん、はい、ありがとうございます。野田さんお願いします。いや、出なければならないと思うで、我々も出さなきゃならないと思うそうですね、そうですね、一生懸命次も声上げていきたいなと私も思います、うん、はい、ありがとうございます。ということで、最後時間が少なくなりました。最後告知をお願いしたいと思います。それでは13番、まず長尾さんの告知させていただきます。9月11日のポストですけども、日本会議中川内支部
講演会にて、講演いたしますということで10月6日日曜日に行われます、はい、こちら概要欄に載せておきますのでぜひお願いいたします。長野さん一言お願いいたします。2年10ヶ月ぶりに地元であの講演会をやります。素晴らしい、はい、ぜひあのご参加ください。よろしくお願いします、うん、ありがとうございます。そして次お願いいたします。いよ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 なりました、うん、この件では吉田さんからお願いいたします、うん、はい、いよいよ明日に、なりました、うん、東京中野で、東京音頭を踊って、ギネスをゲットということでですね、うん、あのぜひ何でもね、やっぱり世界一っていうのは、うん、世界に対して日本はすごいぞっていうですね、あの発信になるんですよ、うん、なのでみんなでですね、また世界一を更新しに、前の世界一は、うん、あの長尾先生の八尾でした、うんうん、今度はちょっとね、あの中野で、東京音頭で世界一を、みんなで、うん、ちょっとうさばらしもありますけれども、そうそうそう明るい気持ちでみんなで団結だっつって、うん、団結してですね、そうそうそう、うん、次の戦いへの英気を養い、踊り狂い、うん、お願いします、みんな参加しましょう、うん、はい、うん、ありがとうございます、素晴らしい、うん、野田さんお願いします。僕も本当にね、これ泣き叫びながら踊る、これねそれぐらいの勢いです。ぜひよろしくお願いしたいと思います。何を叫ぶ、泣き叫びながら何を叫ぶ、うわーってもうこれ言葉にならない、はい、皆さんぜひお願いいたしますということで最後告知させていただきます。ぜひ長尾さんと吉田さんへ個人献金呼吸応援お願いいたします。お願いします。また今だからこそ長尾さん経営での自民党へ入党応援をお願いいたしま ます。団体献金も間もなく長尾さんの方にできるようになるということで、はい、お願いします。皆様お待ちください。そして長尾さんの YouTube チャンネル、小野さんの YouTube チャンネル登録お願いいたします。お願いします。そして無料メルマガ、長尾さんの無双、すいません、どうせしちゃった、すいません、心身無双、心身無双、うん、そしてユーロメルマガ、長尾隆の国会戻りまでね、これだけは言っておきたい、登録応援お願いいたします。最後、長尾さん、一言お願いいたします。今日は眠れませんね、皆さんね。だけど、まあ、まずね、次を歩むには、そうですね、あの現実を一回受け止めることです。あの言い訳なし、理由付けなし、我々は負けたんだという現実をまずあの受け止めてから次に、進みたいなと、そんな気持ちで、おります。でここで、はい、自民党を逃げ出さないでください、お願いします、うん、以上、はい、ありがとうございます。ということで今日の長尾隆史フライデーライブこれで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました、はい、おやすみなさい。どうもありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。